本日はお忙しい中このように皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そしてインターネット配信をご覧の皆様大変お待たせいたしました。ただいまよりヤマダインフラテクノスプレゼンツ G1 クライマックス33開幕前日公開会見を始めさせていただきます。本日司会を務めさせていただきますテレビ朝日アナウンサーの吉野真嗣です。どうぞよろしくお願いいたします。さて今年はですね昨年に続き4リーグ制を採用、史上最多の32人の選手がエントリーされました。33回目の G1 クライマックス開幕を明日に控えですねリーグ戦に出場する選手の生の声を聞く今回はチャンスとなっております。ぜひ皆様選手のその一声に注目していただければと思います。そして記者の皆様におかれましては幅広くお取り扱いいただけますよう何卒よろしくお願いいたします。また本日登壇を予定しておりましたエディ・キングストン選手ですがフライトの遅延により会見は欠席とさせていただきます。誠に申し訳ございませんが何卒ご了承いただけますようお願いいたします。さあそれではここで G1 クライマックス33の配信情報をお知らせします。新日本プロレスワールドでは全大会をライブ配信にてお届けいたします。また明日あさっての札幌2連戦についてはアベマにて無料生中継にて配信いたします。会場にお越しになれない方はこの熱き戦いをぜひご視聴してください。続きまして今大会の大会テーマ曲をご紹介します。今ちょうど流れましたこの曲になります。ミクスチャーロックバンドアッシュダヒーローが今年のベストオブザスーパージュニア30に続き G1 クライマックス33でも大会テーマソングを担当することが決定しました。でこの楽曲のタイトルはジャイアントキリング。史上最多の32人の選手で行われます今年の G1 クライマックスにふさわしくこのように疾走感あふれるサウンドとなっております。こちらの楽曲とともに大会を盛り上げてまいりますのでどうぞご期待ください。さあそれではお待たせいたしました。まずは A ブロックの選手の皆様からご登壇いただきます。8年連続8回目の出場 IWGP 世界ヘビー級チャンピオン真田選手の入場です。続きまして初出場ラフネック海野翔太。海野選手は客席からの入場ということになります。続きまして初出場サン・オブ・ストロングスタイル成田蓮。続きまして初出場ジーンブラスト辻井陽太。
続きまして初出場ヒクレオ。続きまして3年連続3回目の出場ザ・クラウンジュエルチェーズ・オーエンズ。続きまして初出場ストロング無差別級タッグチャンピオンウォーレディゲイブキッド。続きまして初出場プロレスリングノア清宮海斗。続きまして B ブロックの選手の皆様にご登壇いただきます。12年連続12回目の出場2012年2014年2021年2022年優勝ネバー無差別級6人タッグチャンピオンレインメーカー岡田和親選手の入場です。続きまして2年連続4回目の出場 IWGP US ヘビー級チャンピオンジ・エアリアル・アサシンウィル・オスプレイ。続きまして5年連続5回目の出場 KOPW2023 保持者愛を捨てた聖帝太一。
続きまして5年連続5回目の出場、ケンタ。続きまして4年連続7回目の出場、 IWGP タッグチャンピオン、ヘッドハンター吉橋。続きまして2年ぶり2回目の出場、ザ・シルバーバック、タンガーロア。続きまして2年連続2回目の出場、ザ・ヘッドバンガー、エル・ファンタズモ。続きまして3年連続3回目の出場、ドミネーター、グレート・オーカン。それでは、各選手にですね、現在の心境や抱負を頂戴したいと思います。まずは真田選手からセンターの演台にてお願いいたします。真田です。チャンピオンです。 A ブロックを見渡すと令和闘魂三銃士などいたりして、プロレス界の未来のメンバーが集まったのかなと思っております。ただ残念なことに A ブロックに関しては最年長の真田が頭2つ、いや3つぐらい抜けてる存在だなと思っております。そんなチャンピオンなんですけども、チャンピオンだからといって調子に乗らず、最年長の真田があえて一番若くいこうかなと思っております。真田選手ありがとうございました。続いて海野選手、コメントをお願いいたします。こんばんは。新日本プロレスラフネック海野翔太です。
見ての通り A ブロックは同世代新世代といわれるメンバーが揃っております。発揮しいって潰し合いだと思っております。同じ檻の中に入れられて誰が一番強いか誰が一番抜けれるかその競い合いが A ブロックで起きます。ただ僕自身はその檻に一刻も早く出てトップ戦線に食い込んで G1 を優勝することしか考えてませんので、このメンバーと戦って熱い熱い試合をしてしっかりと A ブロック勝ち上がって G1 優勝を目指したいと思います。やれ令和闘魂三銃士だのくくりをくくられましたが気にせず、僕らは僕らなりの戦い、僕は僕の試合をしっかりして G1 を戦っていきたいと思います。海野選手ありがとうございました。続いて成田選手お願いいたします。初の G1、チャンピオンにもノアにも同期にもうるさい外国人にも負けることなく優勝します。以上です。ありがとうございました。続いて辻選手お願いいたします。今日は2つほど謝りたいことがあります。まず第1つは A ブロックの選手の皆さんに対して品のないあだ名言葉を投げかけたこと。パラダイムシフトを巻き起こすために彼が何をかじろうと、世代交代をするために彼が誰の真似をしようと、俺には関係のないことで俺が口出すことではなかったと。そして今この現状、あそこでわめいているゲーブリエル・キッド、いやゲーブ・キッドはチャンピオンベルトを持っている、この現状をしっかり受け入れなきゃいけない、そう思ってます。そして2つ目は令和闘魂三銃士、そう命名されて会社批判を繰り返してしまったこと。あの時はちょうどキヨピンに構ってほしくてノアの会場に行ったんだけれども、彼には全く相手をしてもらえず、その矛先を会社に向けてしまいました。真摯に対応していただいた木谷オーナー、そして大張社長、ありがとうございました。まあ、そのノアに行った時はキヨピに全く相手にしてもらえなかったんですけれども、改めて考えるとキヨピは悪くない。ただこの日本の夏の湿気でマッチ棒がしけしけになっていただけで、でもそのおかげであれだけ話題になった。ただ明日札幌のリングでは残念なことにマッチ棒の会がない。この俺がしけしけのマッチ棒に火をつけられるよう頑張りたいと思ってます。辻選手ありがとうございました。続いてヒクレオ選手お願いいたします。Last year's G1, last year's A block had monsters, Lance Archer, Bad Luck Fale,
Jonah, Jeff Cobb. This year is just one beast, Hikuleo. Don't forget how I got here. I ended an era, the Switchblade era. I became a singles champion in the strong open weight championship. And now this G1 is mine. The G stands for gorilla, because ain't nobody rilla. G1 の A ブロックを思い出してみると、ランサーチャー、バレ、ジョナ、ジェフコブ、ビーストが揃っていたけれども、今年の A ブロックはビーストはただ一人、この俺だけ。スイッチブレードの時代を終わらせたこの俺が今年の G1 を制してみせる。 G1 の G はゴリラの G。 ありがとうございました。続いてチェイズ選手、お願いいたします。My first two G1s didn't quite go the way that we wanted them to, but I'm excited for this G1 because the A block, full of the future of New Japan, but more importantly, Sanada. Because everybody's goal is to win the G1, but the A block has an advantage, because even if you don't win the G1, you beat Sanada, you get an IWGP heavyweight title shot. Sanada, August 5th. Better be ready. ここ2年、2回の G1 出場は思うような結果が得られなかったけれども、今年の G1、特に A ブロックはエキサイティングなブロックになっている。ここには新日本の未来を担う選手たちが揃っており、そして何よりも真田がいる。この A ブロック G1 に優勝するという目標だけではなく、もし真田に勝てば IWGP ヘビー級のタイトル挑戦にも手が届くということになる。真田、9月5日待ってろよ。ありがとうございました。続いてゲイブ選手、お願いいたします。Shut up. You're lucky I'm not in your block here. I beat the shit out of you. Look at me. I will beat the shit out of you, bro. You think you own this company? You think you run this? I would end your career, you know. All right, then. Yeah! So much to talk about, you know.So much to talk about in this G1. What am I going to talk about? How this company gave me no press? Am I going to talk about how this company left me down and out? Now, real talk, let's get this shit clear. You name me one wrestler who in 16 months went from having 4 Fed cars outside his house, locked up, sectioned on a psych ward, to coming back to Japan and entering the G1 climax. You name me one. Name me one.You can only name me one, and his name is War Ready Gabe Kidd. So as far as I'm concerned, I've already won this whole shit. I ain't got anything else to say. And listen, why am I gonna wait to beat up any of these lot when we're all right here? ちょっと準備が整うまでの間、今の会見の通訳をお願いいたします。やっと俺の番かよ、お前たちうるさいな。
すべてのやつらをぶっ飛ばしてやるから待っとろよと、 G1 の話をしたいのか何でもいいけれど、この1年半ずっと俺のことを待たせて、ようやくこの G1 ウォーレディはいつでもレディ準備万端だ、こんなクソ当日まで待ってられるか、今やってやるよ。辻選手のちょっとスーツが壊れてしまいまして、まあ、ちょっと破けてしまいまして、ちょっと大丈夫ですかね、精神的なダメージはちょっとあるみたいですけども、さあ続いてため息が聞こえてきますけれども、進めさせていただきます。続いて清宮選手お願いいたします。マイク左下ですかね、すいません、今スタッフが拾っていきますので少々お待ちください。オールトギャザー以来、新日本プロレスファンの皆さん、こんばんは。改めましてプロレスリングノアの清宮海斗です。まあ、思ったより歓迎していただけてるみたいなんですが、 G1 クライマックス主役をいただきに来ました。隣には借りを返さなきゃいけない相手もいますし、まずは A ブロック真田選手以外は眼中にないですと言ってきたんですが、思ったよりも元気なやつがいっぱいいるみたいなんで、まずは初戦ポットでのグリーンボーイ辻をしっかりと潰します。よろしくお願いします。清宮選手ありがとうございました。続きまして B ブロックから岡田和親選手、センターの演台へお願いいたします。こんばんは。2012年、2014年、2021年、2022年 G1 クライマックス覇者の岡田和親です。清宮君大丈夫？俺のおもちゃが心配です。まあ皆さんのこの会見の盛り上がりを感じると、明日から G1 クライマックスが始まるんだなと思うんですけれども、まあ、2021年、2022年完成のない G1 クライマックスだったので、明日は皆さんたくさん声出してたくさん盛り上がってください。まあ、そんな中でしっかりとこの、スーツの着方もわからない B ブロックのメンバーを この G1 クライマックスの大事な会見に G1 クライマックス明日から盛り上げていきますので、皆さん楽しんでいってください。そして岡田和親優勝します。ありがとうございました。岡田選手ありがとうございました。続いてビル・オースプレイ選手、コメントをお願いいたします。おいおい、
Sorry about Gabe Kidd. I think one too many highballs. So we don't normally do that around here. Come here. Oi, 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 come here. Gomeni. Sorry about that. A lot of new people in this G1, isn't there? A lot of new faces. Bullet Club's got a new makeover. They're the War Dogs now. Cool name. Just five guys as well. That's an even better name. And we got the three new Musketeers. Yeah, none of them want it. Do you know what I mean? It's a bit weird. It's a bit of a weird one. But, you know, everyone's fresh face. Everyone's feeling good. Knows feeling real good. The guy that just walked into Canada. 13,000 people. And I walked in there, whooped your boy, and took back the IWGP United States Championship. Don't get it twisted. I know every single person that has said something in this press conference, and no one has said anything about Will Ospreay. Why? Because they know, they all know, none of them are on my level. The B block stands for Billy. The G stands for Goat. It is my time now. I am the Billy Goat. And I will be the G1 Climax winner. Bet on it. Yeah, baby! まずはじめに、うちのゲーブごめんね。ハイボール飲みすぎたのかもしれない。清宮ごめんね。G1 今回は新しいメンバーウォードオークスや三闘魂三重士いろんなメンバーが増えてきてユナイテッドエンパイアも最高の気分でここの場に、そしてこの日を迎えています。で、何が気分がいいかって何を隠そう自分はカナダに赴き1万3000人の前で、IWGP US ベルトを勝ち取りそして持ち帰ってきた。この会場でも一人一人言いたいことはあるだろうけれどもウィル・オスプレイには誰もかなうわけがない。なぜならば B ブロックの B はビリーの B G1 の G はゴートの G ビリー・ゴートウィル・オスプレイこの俺の大会になるからだ。オスプレイ選手ありがとうございました。続いて太一選手コメントをお願いいたします。どうも、太一です。まあ、前から言ってる通り、今、サナヤンが巻いてる、その IWGP の世界ヘビーが初めて欲しくなった。それはサナヤンが巻いてるからこそ、初めて欲しいなと思ってます。そのためには、この事案、結果残して、サナヤンにたどり着きたいなと。まあでも手っ取り早いのは優勝かなと。優勝するということは誰よりも一番多く勝たなきゃいけないのかなと、そんなふうに思います。あと前からこれも言ってる通り、去年も言ったけど、プロレスラーと YouTuber の二刀流、これは俺別にふざけて言ってんじゃねえんだよ、マジで言ってんだよ。今のこの新日本プロレス、試合でもネット上でも楽しめる、そんなレスラーいてもいいだろうな。この G1 で結果を残せばチャンネル登録者数の増加にもつながるなあ。そういったことも含めてこの G1 きっちり取りに行きたいと思います。太一、優勝してくれ、期待してるぞ。いや、太一は嫌いだ、全然期待してねえよ、バーカと思ったら、チャンネル登録よろしく。太一選手、ありがとうございました。続いて、健太選手、お願いいたします。ハロー札幌。札幌の皆さんこんにちは。
G1 Climax 33 is going to be my G1. G1 Climax 33は俺の G1 になる。あ、ちょ、一人称俺じゃなくてオラーで。オラーで、はい。オラの。G1 Climax 33 is going to be my G1。G1 Climax 33はオラーの G1 になる。Look at my block. 俺のブロ、あ、オラーのブロック見てみて。There are so many ugly faces. ブスばっかり。Let me show you. 見て。Ugly. ブス。でかい ugly. Ugly. ブス。Ugly. ブス。キモい。キモい。Ugly. ブス。Ugly. ブス。あ、めっちゃブス。As you guys see, I already won as the best looking guy in this, my block. これで分かる通り、イケメン度では俺がオラがもう優勝してるよね。だから明日。だから明日。俺が。G1 マジでぶっ潰して俺がもう優勝するから。G1 マジでもう俺がぶっ潰すから。明日楽しみにしとけよ、お前ら。明日楽しみにしとけよ、お前ら。Enjoy G1 Climax。G1 Climax 楽しんでください。Enjoy summer。夏を楽しんで。See you all guys tomorrow。明日会いましょう。健太選手、ありがとうございました。続いて、吉橋選手、お願いいたします。ですね、まあ、今日正直この会見に来るにあたって一つすごいドキドキしてたことが一つあってですね、それはですね、俺今回スーツ持ってこなかったんですよ。まあ、まあ暑いし短パンと上ジャケットでいいかなと思って、で他の人たちみんなスーツだったらどうしようってずっと不安だったんですよ。でも今日この会見場に来てすごい安心しました。ちゃんとしたスーツ着てるの岡田だけです。さすがだなと思いました。かっこいいですね。俺は今 IWGP タッグのチャンピオンであって、でこの G1 クライマックスというのはシングル、そう俺はこの G1 クライマックスでシングルのベルトが欲しい。そのためには一つのでも勝ちを拾って最後俺自身空前絶後の G1 クライマックスにしたいなと思いました。そしてこの G1 クライマックスを通して健太には最高にイケてる俺を見せたいなと思いました。吉橋選手ありがとうございました。続いてタンガロア選手お願いいたします。Thank you. It warms my heart to get that, the applause and the, to hear your voices again. I've been gone for a year and I apologize for my injury. Just so happy right now to see all of you here at this press conference. It's a beautiful thing. I will say it's an honor to be at the G1 from my return.
I'm a part of a really talented block. These gentlemen behind me are some of the best in the world. I will tell you, I am not 100%, but every night I perform for all of you, I will give you everything I have. I am honored to be here. I am grateful to be here. And thank you for having me. I appreciate it so very, very much. 皆さんありがとうございます。皆さんの声援や拍手、これが聞けて今とても心が温まっています。長い間怪我で戦線から離脱していたことを大変申し訳なく思っておりますが、再びこうやって会見の場に立てること本当に嬉しいです。そして G1 に戻ってこれたことも光栄に思っています。この後ろにいるメンバーは世界でも最高峰のレスラーたちです。今も 100% の力に戻っているかといえばそうではないけれども、皆さんのために全力で必ず自分の最高の姿を見せられるように頑張ります。感謝しています。本当にありがとうございます。タンガロア選手ありがとうございます。続いてファンタズモ選手お願いいたします。代わりに、読ませていただきます。こんばんは、札幌。I am so happy to be here competing again in the G1 climax. And I am so happy for the fans. This time, there is full cheering and support, the way pro wrestling is intended. But I'm even happier that this year I didn't have to do BOSJ and then G1, as my body felt like 10 pounds of shit in a 5-pound bag. Last year, I said a few inappropriate things that I'd like to address. First, Will, recently, you said all Canadians are assholes, and considering the names I've called you in the past, you are not wrong. I'm sorry. I also said you look like Jake Paul shagged the abominable snowman. The ironic thing is, ever since that moment, I get called Logan Paul around the world. Seriously, I couldn't even fart in the corner of a party without people coming up to me and saying I look like Logan Paul. Karma. Speaking of juicy farts, Yoshihashi, I am sorry I said you always look like you smell the fart. The thing is, you're probably the only guy in the locker room who rips ass and laughs. Hey, Kenta. Kenta. We could have had it all. You had my heart and soul, but you played it with a beating, rolled in the deep. Taichi, you are cool. I want to drink together sometime. I hope we can be friends. Maybe Eskimo brothers. Perhaps. You can learn the lyrics to my theme song, and you can sing it with me. I'm looking forward to it. T, I only have one thing to say to you, and I say it on behalf of these people. Please, take your damn shirt off. You got the sweetest tits. You have the sweetest tits I have ever seen. I am not going to fight you. I'm going to spend. I'm going to spend 20 minutes wrestling that t-shirt off your chiseled slab of meat for everyone's eyes to feast on. And finally, Great O'Khan, I got no beef with you. In fact, you and I both like cartoons. The only difference is, I would sit on the computer and create cartoons, where you sit on the computer. Don't say it.
where you sit on the computer and to cartoons. Anyways, G1 Climax 33, let's do our best. Thank you, Sapporo. こんばんは、札幌、G1 クライマックスで、に出場できること大変嬉しく思っております。ファンにも感謝しております。まあ、G1 10ポンド、お腹に、溜め込んで、そして5ポンド戻って、そして昨年の不適切な発言についてもここで、謝罪をさせていただきたいと思いますけれども、カナダ人は全員クソ野郎だって言ったこと、俺をジェイク・ポールみたいと言ったこと、まあ、俺はそれも全て許すけれども、それ以来自分はパーティーの角ですら静かにおならをすることすらできなくなってしまいました。そして、まあ、吉橋にもメッセージがあります。君は一緒にロッカーにいる中でも最高に、の最高の、男だと思っているよ。そんなかっこいいお尻ないよね。そしてケンタ、俺のハートをすべて持っていってるよね。君は本当に最高だと思う。タイチ、いつか飲みに行こう。友達になれると思ってるんだ。テーマソング俺が曲を書くから詩を書いて。そしてタンガ、シャツを脱いでその綺麗な乳首を見せてよ。絶対に噛まないって約束するから。そしてオーカーン、君と僕には共通点があるよね。漫画が好きっていう、アニメが好き。でも俺はクリエイター、お前見てるだけ。 G1 クライマックス33出場できて本当に嬉しいです。みんなにもメッセージも伝わったかな、ありがとう。すみません、ちょっと追加文がありそうで、はい。Sorry, I forgot Okada. Treat me like a young boy and I will twist your nipples offand cook them in a frying pan like sausages and eat them with pierogies. 以上です。Did he say tits? ごめん、岡田にメッセージ忘れてた。最後に一つ、君の乳首もソーセージみたいにフライパンで焼いてあげたいな。ファンタズモ選手ありがとうございました。続いて大川選手お願いいたします。ということで、オーカーン選手はノーコメントということでよろしいでしょうか。そのまま、そして退席という形になってしまいました。以上で G1 クライマックス 33A ブロック並びに B ブロックの記者会見を終了とさせていただきます。選手の皆様ありがとうございました。
それではお待たせいたしました。続きまして C ブロックの選手の皆様からご登場いただきます。3年連続6回目の出場、タマトンガ選手の入場です。11年連続11回目の出場、ネバー無差別級6人タッグチャンピオン、ストーンピットブル石井智弘。連続5回目の出場、ザ・ドラゴン高木慎吾。2年連続2回目の出場、ネバー無差別級チャンピオン、ザ・レベル、デビッド・フィンレマッド・マイキー・ニコルス。マイキー選手です。マイキー選手、OK。続きまして2年連続2回目の出場、アルティメットウェポン、アーロン・ヘナーレ。続きまして8年連続8回目の出場、キングオブダークネス、イービル。の選手の皆様にご登場いただきます。22年連続22回目の出場、2007年2015年2018年優勝、ネバー無差別級6人タッグチャンピオン、100年に1人の逸材、棚橋博選手の入場です。
続きまして14年連続14回目の出場、2013年2014年優勝、制御不能なカリスマ内藤哲也。7回目の出場、ニュージャパンワールド認定 DB チャンピオン、ザ・フロントマン、ザ・セイバー・ジュニア。続きまして5年連続5回目の出場、ザ・インペリアルユニットジェフ・コブ。連続16回目の出場、2008年優勝、 IWGP タッグチャンピオン、混沌のアラブ社、後藤博之。17年連続18回目の出場、敏腕プロデューサー矢野徹。初出場、ヒステリカル、シェイン・ヘイスト。続きまして初出場、ストロング無差別級タッグチャンピオン、ザ・デッドワイ、ドレッドノート、アレックス・コグリ。選手に現在の心境や抱負を頂戴したいと思います。まずはタマトンガ選手からセンターの円台へお願いいたします。お疲
れ様です。わお、C ブラック、すごいね。Maybe 難しい Nah, I know. We got Ishii, we got former IWGP heavyweight champion, we got a never champion. I took this from you. Don't forget it. Oh, I won't. I won't forget. Your day will come though. We got new faces.We got Hinata, new spirit found, new fighting spirit that I faced. New Japan Cup. Man, we got Shane. I got history with Shane. All the way to the tag league. It's Mikey, close enough. All right, Mikey, which one's which? And I got Evil. We got a lot of history with Evil, don't we? I mean, these guys, they've proven themselves in and out of the ring. I've had a lot of history here.But that doesn't matter. Every year I'm in a G1, I move forward. The last time I was in the New Japan ring, that man sent me out in a stretcher. And I had two months at home to think about this, to be pissed off about this, to be angry. And this G1, I'm moving forward.And I'm gonna show each and every one of these guys here why I'm better. Why I'm better than Ishii, why I'm better than Shingo, and definitely why I'm better than Finley. This G1, this is Thomas G1. Thank you.お疲れ様です。C ブロック。すごいね。もしかしたら勝つのは難しいかもしれない。いや、そんなことはない。でもこのブロックには素晴らしいメンバーが揃った。元 IWGP ヘビー級チャンピオン、ネバーチャンピオン、俺からベルトを取ったあいつもいる。そしてニューフェイス、そして新生ヘナーレ、ニュージャパンカップでも戦った。そしてシェーンとやマイキーとはいろんな歴史が過去にもある。それぞれが自分たちを証明して、そして強さを見せながらこの G1 に上がってきた。俺にもたくさんの歴史はあるけれども、G1 を経験するために成長し、そして前進してここまで来ている。しかし相手からベルトを取られ、2ヶ月間家でずっとこのことを考えてきた。この G1 ではさらなる前進を遂げ、そして俺自身、なぜここにいるみんなよりもより強い男なのか。特にシンゴ、後藤、フィンレイ、お前たちよりもより強い男であることをここで証明してみせたい。この G1 はタマトンガのものだ。タマトンガ選手、ありがとうございました。続いて石井選手、お願いいたします。全員しばき倒す。石井選手、ありがとうございました。続いて高木選手、お願いします。ついにこの時期が来た来た来たって感じだね。暑い夏が、東スポの取材なんかでも言ったんだけど、まず32人、多いな、ずいぶん多いな、特に外国人選手、多いな、俺の C ブロックも半分以上が外国人選手だ、な、1人国籍不明もいるけど、ね、いるけど、まあ、でも春のニュージャパンカップを振り返ってみると、別荘に残った4人中3人が外国人選手、こういう状況を作ってるのは、俺たち日本人選手が不甲斐ないからだと思ってる。だからこそ俺は今回の G1、メイドインジャパンの力を見せてやろうと燃えてます。ただこの場で、ね、優勝するぞとか、ね、まあ、あのブロックを通過するとか言っても説得力がないと思うんで、もちろんやるからには俺はてっぺんしか狙ってないけど、俺がやることは一つよ。信念と覚悟を持って
自分のスタイルを最後まで貫く。32人多いね。32人も出てるけど、誰よりも激烈で強烈で、そしてはつらつに暴れ狂います。以上です。高木選手ありがとうございました。続いてフィンレイ選手お願いします。I've heard C Block referred to as Murderer's Row, and while I agree with that statement, I think it's a bit misleading because no one in this block is on my level. No one in this block has had the year that I've had. I accomplished the greatest hostile takeover of the greatest wrestling faction in history. I assembled the Bullet Club War Dogs, a group of killers loyal to me. I've dominated literally everyone I've faced. Tama said it himself. I sent him out of Fukuoka on a stretcher, and this is the first time we've seen him since then. I am the never open weight champion, which makes me the baddest man in this company. So the question is, what can anyone in this block do to stop me? This is my G1. I'm going all the way. I will win it all. And to answer my own question, there's absolutely nothing anyone can do to stop me. Cブロックでここまでにも自分のものにするということを言っている選手たちがいるけれども、何を言ってるんだ。ここにいる誰もが俺のレベルにまで到達していない。自分が達成したことを何一つ達成していないだろうと。今バレットクラブでオードークを引き、そして福岡ではタマトンガを担架で運び出してやった。あれ、会うのそれ以来かもしれないな。そんな C ブロック、誰が俺のことを止められるだろう。間違いなくこの G1 は俺のものになる。ありがとうございました。続いてマイキー選手お願いします。What's up? How you doing? Obviously, it's a great honor to be a part of the G1. So, really, I'm happy to be here. But everyone out there mostly knows me as a tag team wrestler. What people don't know is I had a whole career before that and a pretty successful singles career. But I'm coming into this a little different now that Zach's joined the gang. I've learned a couple new tricks and a couple new holds. So I think you're going to see a whole different Mikey Nichols in the G1. And none of these guys here have any idea what to expect. But it...On top of that as well, I have two beautiful little girls at home, both born in August, which I'm going to miss both their birthdays because I'm over here in the G1. And I told them that there's no better present that I can bring them than to bring the G1 trophy home to them. And maybe a Barbie dream house as well. But either way, that one is going home with me.この G1 のに出場できたことをとても嬉しく思っています。タッグでの自分を見ていたかもしれないけれども、シングルでも なかなかの戦績を持っているこの俺、 それの中でも今回の G1 には新しいトリック、新しいホールドも見せられると思うので、また新たなマイキー・ニコルズをみんなを目撃することになると思う。そして実は8月生まれの自分には娘がいるんだけれども、この G1 に参戦することになり直接祝うことができない。でもこの G1 のトロフィーを持って帰るということを約束しているので、このトロフィーは俺のもの、そして俺と一緒に家に帰ることになるだろう。マイキー選手ありがとうございました。続いてヘナーレ選手お願いいたします。So the C blockNew Japan went around the world and chose the toughest motherfuckers in the world. I like it. This is my block. Each and every one of you, I have a score to settle. Each of you. But what they don't know, and what you don't know, is that from here on out, all of you will see a different form of Henare that none of youwill be expecting. I'm here to steal this G1.
ブロック、新日の中でも何よりもタフなブロックになっているかもしれない。でも何よりも間違いなくこの C ブロックは俺のブロック、一人一人どうやって倒していくかというところまで自分はもう考えている。そしてみんな新生ヘナーレを目撃することになるだろう。誰も予想していないこの俺の姿、楽しみにしておいてほしい。ヘナーレ選手ありがとうございました。続いてイービル選手お願いいたします。Cブロック見てみろよ。こいつら何の味もしねえだろう。こんなカスみたいなやつらによ、俺が負けるわけねえだろう。作戦なんてよ必要もねえよ。もしよ俺がこんなアマチュア連中に負けて予選突破できなかったら、頭丸めて坊主にしてやるよ。そのくらいよ、実力の差は雲泥なんだよ。それからよ、フィンレイに一言言っといてやるよ。お前が下手なことしなかったらよ、同じバレットクラブとして俺も正面から戦ってやるよ。分かったか、よく覚えとけ。イービル選手ありがとうございました。続きまして D ブロックから棚橋博選手、センターの演台へお願いいたします。はい、100年に1人に伝え、棚橋博です。今年の G1 のテーマは変化です。ここ数年の棚橋は自分が良かった時のイメージに引っ張られすぎてた部分があります。つまり今までの棚橋では G1 優勝は遠いということ。だから今までの棚橋は捨てます。今年は変化します。でもこれは変化しません。ちょっくら優勝してきます。ありがとうございました。田内選手ありがとうございました。続いて内藤哲也選手お願いいたします。ロスインゴペルナブレスデハポン、内藤哲也です。いよいよ明日北海道立総合体育センターにて開幕する今年の G1 クライマックス。今年の G1 クライマックスの楽しみは何といっても優勝決定戦の舞台が3年ぶりに両国にて開催されること。ちなみに3年前の優勝決定戦は秋の両国大会でした。真夏の両国大会にて行われる G1 クライマックス優勝決定戦は2017年以来6年ぶり。その時優勝したのが俺なわけで、6年ぶりの G1 クライマックス優勝、そして真夏の両国での大合唱、皆様楽しみにお待ちください。8月13日両国大会にて行われる優勝決定戦までトランキーロー、あっせんなよ。アディオス。
内藤選手ありがとうございました。続いてザック・セイバージュニア選手お願いいたします。テスト、はは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 テスト、テスト。頑張ります。佐々木選手ありがとうございました。続いてジェフ・コブ選手お願いいたします。So what do you guys want to talk about? Oh, then get over. All right.So, should we talk about the sweet Japanese funeral suit, or this badass tie, or the sweet-ass new hair? See, you guys are sitting there listening to 31 other guys talk. Well, Eddie's not here, so 30 guys tonight talking about how they're going to win the G1 and go on a main event to Tokyo Dome and blah, 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 and win the championship. And if Eddie was here, he would have said the exact same thing. He was like, blah, 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 gang, 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 New York, New York, I win. But my story is not about, oh, I'm going to win this, I'm going to win that, because that's inevitable. What I'm using this G1 for is a redemption story. And a redemption story against all the guys in the D block, guys that have beat me, except for those two in the back, I don't know you guys, but the guys that did beat me, the redemption story starts on Sunday, and it starts with this man right here, Naito. Oh, open. Pay attention, okay? So redemption starts with Naito, then Corkin Hall starts with Zach. Tanahashi took me under Hantai for no reason, did nothing with me, did nothing with Aaron Hinare, and look where we are now. We joined the Empire, and bam, our stock rises. So, I'm not going to sit here and say, oh, I'm going to win the G1, blah, blah, undefeated. The bottom line is, my actions will speak louder than my words, and I'll definitely see you guys January 4th. ここで何の話をしようかね。まあ新しいヘアスタイルのことを話してもいいし、このめっちゃイケてるネクタイの話でもいいけども、ここまでエディがいないから30人かみんなここに座って G1 に向けての抱負を話していて、それを聞いているみんながいる。
まあエディがいたとてどうせ同じことを言うんだろうね。 G1 に優勝したいとか、この D ブロックは俺のものだとか。でも俺の話はそうはならない。この G1 は、そしてこの D ブロックでの戦いは、後ろの底にいる2人は俺あんまりよく知らないんだけど、他の選手に対してや俺にとってのリベンジのようなストーリーになっていくと思う。まずはじめに日曜日、ナイトちゃんと聞いててね、日曜日から。そして後楽園ホールのザック、そして棚橋。でも俺がこうやってエンパイア入りをしてから、棚橋は俺に対して何もしてこないし、多分この D ブロックに関しては俺の敵になる人はいないと思う。この G1、 別に抱負を語るつもりはないけれども、自分の行動で全てを表していきたいと思っている。そして最終的な目標は 1.4 だ。コブ選手ありがとうございました。続いて後藤選手お願いいたします。こんばんは。今年でちょうどプロレスキャリア20年。ありがとうございます。20年目の夏も最後まで生き抜きたいと思います。今回の G1 クライマックス、若い世代ばかりが注目されてますが、我々の世代もまだまだいけるというところをお見せしたいと思います。田中さん、よろしくお願いします。以上です。後藤選手ありがとうございました。そして矢野徹選手です。お願いします。なんでそしてだ、なんかおかしくない。続いて矢野徹選手です、はいはい、お願いいたします。はい、というわけでノーリベッジ観光大使の矢野徹です。こういったまでの人間の集中力って90分らしいんですよ。今86分ギリギリです。そして私の集中力は1分30秒。1分30秒集中して頑張ります。矢野選手ありがとうございました。続いてシェイン選手です。お願いいたします。G'day, g'day. How's it going? How's it going? Good, good. Good to see you all. Nice. I recognize you. I remember you. Very nice. Look at all these dapper looking fellas up here. Good looking men. Good looking bunch. I thought it was the Met Gala, not the G1 press conference. Bloody beautiful group. Beautiful. Strong people. A lot of strong competitors here. And this block here, the D block, that's the strongest. This D is strong. This D is big. It is thick and it is full of experience.You're not going to get better D than this. And you know what? I see these men. And you know what I am? Jeff, you say you don't know me. I don't know you either. And I'll tell you something about these guys here. Not a single one of them has beaten me in singles competition. So I don't know. I got nothing to prove. But really, deep down, what I hope in my heart of hearts, what I want is for everyone to get along and have a real fun G1.いやー、みんな元気かな。そこの君覚えてる。そこの君も目あったよね。この D ブロック最高のメンバー、とても強いメンバー揃っている。 D ブロックこそが最強かもしれない。経験というべきかもしれないけれども、経験も揃っているし、そして初出場の選手たちもいる。ジェフコブ、俺たちのこと知らないって言ったけど、俺もお前知らねえから。シングルで負けたことがない選手ばかりなので、このブロックの中で俺が証明するべきことは何もないかもしれないけど、とりあえず楽しい G1 にしたいと思っている。ありがとうございました。続いてコグリン選手お願いいたします。棚橋選手ありがとうございます。
been 5 years. 5 years I've been with this company, and still, this is only the fifth time I've been to Japan. 5 times. There's what, a 2.5, 3 year stretch I haven't been here? Pandemic, so what? Shit happens. Where have I been? 2018. I moved East Coast to West Coast, New York to LA. It's about a 6 hour flight. America's pretty big, man. I'm in the LA dojo. My grandmother, my mother's mother, she dies. Do I ask the office for a flight back? Do I go to a funeral? Nah, man, I'm a fucking pro wrestler. I stay and I train. I love this shit. I love this company, huh? I want to show my dedication. So I work hard and I stay. A year later, my mother's father, my grandpa, he's in the ground too. He dies. Did I go back to New York? Did I ask the office for a flight? No. I love this shit. I stayed and I trained. I gotta show my dedication, right? It'll all be worth it. It'll pay off in the end, huh? One more year later, my father's brother, my uncle, he's in an urn on my father's fireplace now. Turnbuckle Tim, he had a local radio show in Florida. He loved pro wrestling. He called me all the time. He was so proud of me. He told me how he couldn't wait for me to come down there and wrestle in Florida. I didn't even get to show him this. He's fucking dead. Did I go back to his funeral? Did I fly back from LA? I stayed and I trained because I'm a pro wrestler and it'll be worth it, right? Finally, I graduate from the dojo. I survived Shibata-san's ass kickings. And I finally got my first piece of merch. I got a shirt. Now, before the LA Dojo, I wasn't an indie guy. I'm a homegrown New Japan talent coming out of an official dojo. Everybody else, Carl, Clark, Gabe, they had years of experience on me. But I was a product from the ground up from New Japan. I got my baby brother to design me a shirt. It's based on The Thing. John Carpenter, Kurt Russell. Good movie. If you haven't seen it, you should check it out. By the way, the office still hasn't paid him for that design. And all I wanted, I finally asked the office for one thing. I wanted to send a shirt to my mother and the shirt to my father as a thank you for putting up with me missing everything the last 5 years. I wanted two shirts. The response I got was, hey, Alex, we're limiting the comps of the shirts to the wrestler only right now. Sorry. This is my favorite part. If it helps, the shirt is part of the Halloween sale going on right now. It's all fucking worth it, right? Miss funerals, birthdays, everything. Did I complain? No. Did I ask the office to go back? No, I stayed in the dojo even longer to train. Even when you got fucking Sasha Banks money, you can't give me $20 wholesale worth of material to send to my parents as a thank you. But I stayed. Fast forward to now. This is the biggest G1 ever, huh? G1 33, 32 people. Big pool. A couple months ago, I was told I'm not in the G1. Not enough room for you. I gotta sit home even longer. Until what happened? A couple of Aussies that shall remain nameless made the office look like a bunch of fucking chumps. Well, they were too busy figuring out why the square block won't fit in the circle hole. They left to get the bag in an American company. And I finally get the call about 6 weeks ago. Congratulations. You're finally in the G1. You're welcome. Like you're doing me a fucking favor. Fuck this. And fuck you. Was it all worth it? David Finley came up to me. He saw what I'd been through.
And he started talking. He said, I see what you're doing, all this shit. It's all a gimmick, man. Join me, listen to me. Why wait and get what you want when you can just fucking take it? So I sat on it for a little while. I had a long time. I had about 6 months to think about it. But you know what? What else was I gonna do? Like a dog, I bit. Look what fucking happened the second I stopped listening to the assholes in charge and did what I want. Now you think the future of pro wrestling is the Reiwa Musketeers? The three fucking wannabe fashionista douchebags that had everything handed to them on a silver platter while I sat at home like a goddamn asshole with nothing to do? The future ain't there, man. The future is with the savages. The future's with the killers. The future is the Deadeye Dreadnought, Alex Coughlin. It's 100 proof. Clark Connors, it's War Ready Gabe Kidd, it's the Driller Dan Maloney, it's the Rebel David Finley. The War Dogs are here, and I ain't doing this for this trophy. It ain't fitting my fucking check bag, not in my carry-on. I'm doing this to show you that we're here to stay. And I'd like to see you fucking do something about it, because they my dogs for real.5年、新日本プロレスに入って5年、日本に来るのはこれがたったの5回目。何をしてたかって、2018年、ニューヨークから LA に渡り、LA 道場に入った。その後、母方の祖母が亡くなった時も、祖父が亡くなった時も、そして何があってもプロレスラーだからと、葬式にも行かずにトレーニングを続けていた。父方の叔父がプロレスが大好きで、いつも俺のことを自慢してくれてた。このベルトを見せたいなと思っていたけど、そんな叔父も死んだ。しかしその葬式にも行かずにずっと練習していた。ついに LA 道場を卒業して、初めてのグッズも作ることができた。カールもクラークもゲイブもいるけれども、俺こそが LA 道場生え抜きのプロレスラー。弟が T シャツをデザインしてくれて、それを父と母に送りたいって言った時も、返信はこれ。ごめんね、アレックス。レスラーにあげられる分はないんだ。今、ハロウィンセールやってるから、もしよかったら自分で買って送ってあげてよ。すべてを犠牲にして、LA 道場に残り、ずっとプロレスラーになるためにトレーニングをしてきた自分。そんな犠牲を払った俺に対して、この会社はそんな扱いしかしてくれなかった。サーシャ・バンクスに対して大金を使っている中、俺には T シャツもくれない。G1、33、32人の選手が出ている。2ヶ月前、この G1 にお前は出られないよって言われた。でも、オージーのあいつらがアメリカの団体に寝返ったことで、ようやく穴が開いて俺が入ることになった。このトロフィーなんか本当はいらない。もらったって飛行機に乗せらんないし、荷物にも入んないし。そんな価値のないもの、俺にはどうだっていい。でもそんな失意のどん底にいた俺に、フィンデは言ってくれた。何も言うこと聞かずに自分の好きなことやればいいよって。そうして何も言うこと聞かずに頑張った結果がこのベルト。令和闘魂三銃士とか、未来がどうとか言ってるけれども、結局のところ、トップに君臨するのは野獣であり、そして殺傷能力の高いこの男はアレックス・コグリンだと思ってる。フィンレイが救い上げてくれた。ウォードッグとしてここで戦っていく。この G1、トロフィーが欲しいから、優勝したいから戦うわけじゃない。ここに俺の名を刻み、そして日本に残って戦い抜くために、そして自分の名をここに残すために戦い抜くことを決めた。コグリン選手、ありがとうございました。あ、そして初出場になります。ストロング無差別級チャンピオン、マッドキング、エディ・キングストン選手。フライトが遅れていましたが、今、間に合いました。
I heard what you said. Yeah, you want to get in deep water? Let's get in deep water, dog. Let's get in deep water. Yeah. I'll let you know who I am, dog, for real. Keep playing with me. Yeah, what's up? How you doing? I just got off the plane. They got me here because I want everyone to know something real quick. I am humbled and I am honored to be invited to the best tournament in professional wrestling. But that does not mean that I'm coming here just to participate. I am bringing this home with me to Yonkers, New York. That's why I'm here. I am here to win. That's it. That's all I got to say. I'm going to sit down and try to relax. Where do I sit? Where do I sit? Now, I have a chair ready for you. Oh, you don't have a chair? You have a chair? みんな元気？飛行機から降りて直行でここに来た。一つだけ伝えたいことがあったから。真摯に今回この G1 に参戦できることを受け止め、そして光栄に思っています。世界最高峰のトーナメント。でもここに参加するためだけに来たんじゃない。このトロフィーをもらい優勝するためにここに来ている。ただこれを伝えたくてここに来た。エディ・キングストン選手、ありがとうございました。以上で G1 クライマックス 33C ブロック並びに D ブロックの記者会見を終了とさせていただきます。選手の皆様ありがとうございました。長い長い勝った長い。選手の皆様一旦退場していただきます。ありがとうございました。そしてこの後はですね、全選手、この出場全選手による写真撮影を行う予定となっております。準備をいたしますので、今しばらくお待ちください。
さあそれでは準備ができましたので写真撮影に移ります。選手の皆様再びステージへご登場ください。出場32名の選手が揃う貴重な機会でございます。皆様お手持ちのカメラなどをご用意してお待ちください。そして今ちょっと情報が入りまして、グレート・オーカーン選手は、写真撮影が NG ということで、この集合写真には参加されないと、今情報が入ってまいりました。選手の皆様、なるべくセンター寄りに、そしてお顔が見えるように正面の方を向いていただければと思います。さあそれでは選手の皆様、正面を向いていただければと思います。よろしくお願いいたします。正面にまず目線をいただければと思います。今ちょうど真ん中で手を挙げているカメラマンのあそこに目線を向けていただければと思います。カメラマンの方、目線欲しい方手を挙げていただければと思います。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは選手の皆様ありがとうございました。全選手32名より意気込みをいただきました。明日から始まる G1 クライマックス33にどうぞご期待ください。Jump on board!
してここで皆様にお知らせがございます。8月12日13日に行われる両国国技館2連戦では食事、まあ、食ですね、食でも G1 を堪能しようということで国技館焼き鳥と新日本プロレスのスペシャルコラボが決定いたしました。両国国技館の名物といえば国技館の地下で焼いている国技館の焼き鳥なんですが、多くの方に愛されてきましたこの一品が両国2連戦限定の G1 特別パッケージで登場いたします。当日は両国国技館内の各売店にて特製ステッカー付きで個数限定で販売いたします。また売店で販売します生ビールとレモンサワーは G1 限定カップで売店で発売いたします。価格などの詳細は改めて新日本プロレス公式ホームページで発表いたしますのでご確認ください。そして続きましてスマートフォン向け究極のプロレスラー育成ゲーム新日本プロレスストロングスピリッツでこの夏真夏の3大キャンペーンを開催いたします。7月12日の武藤圭司選手、海野翔太選手パートナーカード実装を皮切りに3ヶ月連続で闘魂三銃士令和闘魂三銃士参戦キャンペーンや戦国演武絆との相互コラボキャンペーンに加えまして G1 開催日には無料10連を引くことができる豪華な内容となっておりますので、この機会にぜひ新日 SS を遊んでみてください。そして G1 クライマックス33来場特典としてゲーム内アイテムがもらえる特製ステッカーをプレゼントさせていただきます。また G1 クライマックス33の一部会場ではゲームのホーム画面を見せると戦国演武絆とのコラボを記念しましたクリアファイルとステッカーがもらえるブースを出展いたします。なお明日あさっての北エール大会ではブースを出展予定ですので新日 SS のホーム画面を準備してブースまでお越しください。詳細は公式ツイッターのご確認をお願いいたします。以上をもちまして山田インフラテクノスプレゼンツ G1 クライマックス33開幕前日公開会見を終了とさせていただきます。インターネット中継をご覧の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。先ほど内藤選手の入場の際に優勝の年次をですね、2013年、2014年と私紹介したんですが、正しくは2013年、2017年ということでございました。大変失礼いたしました。そして報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中皆様ありがとうございました。